大きな古時計。この物語は実話に基づく。すべての生き物は小さな時計を持ってこの世に生まれてきます。1832年、アメリカ合衆国コネチカット州ミドルタウンに生まれた男の子ヘンリー・クレーワークもその一人でした。黒人の奴隷が大勢いた時代に、すべての人間は平等だ、生まれながらに自由なんだと伝え続けた両親のもとで育てられました。小さな男の子でしたが、やがて世界中で歌い継がれる素敵な歌を作るのでした。青年になったヘンリーは印刷工として働き始めます。音楽用の活字を組み、誰かが作った楽譜を印刷する仕事でした。世界にはこんなにも素晴らしい歌があるのか。ヘンリーには小鳥の鳴き声、馬車の音、人々の歩く靴音、そのすべてがメロディーになって聞こえていました。僕もこの世の美しさを音楽にしたい。忙しい日々の中、ヘンリーは曲を書き続けました。あなたの歌は優しくて心が温かくなるわ。ヘンリーの書いた歌を褒めたのは、近くのカフェで働くサラ・パーカーでした。この世界を祝福する曲、この世界を愛そうとするし、私はあなたの歌が大好きよ。ヘンリーはサラの喜ぶ顔が見たくて一生懸命歌を書きました。そして美しいステンドグラスの教会で、君を幸せにすると誓いました。